ZX の開発コンセプトですが、 ZX1 を超えるフラッグシップモデルとしてさらなる音の進化を盾、ウォークマンの高音質ブランドをもっと向上させるというモデルミッションを持っています。 ZX の音質の特性ですが、 ZX1 よりも上品で滑らかなテイストに仕上げています。 ZX ではよりスローなボーカル、生楽器も楽しめる音質を実現しています。ウォークマンの使っている S-Master HX、 これは我々が独自で開発しているフルデジタルアンプです。この S-Master HX は非常にハイスピードな締まった低域、あとクリアな広域を実現できます。おそらくこの S-Master HX を起こせるのは我々世界の中でもソニーだけだと思っています。またウォークマンの音質は S-Master HX だけでは決まりません。今回 ZX2 では金メッキを施した同プレート、電気二重層キャパシタの追加と OS コンを増やす、さらに DSEHX という機能を使うと CD の音をハイレゾ相当の解像度にアップスケーリングしてより高音質で聞くことができます。 ZX2 ではワイヤレスリスニングをより高音質で楽しむための LDAC の搭載、メモリーの拡張性のためにマイクロ SD カードの追加、 ZX1 と比べて約2倍のロングバッテリーライフ、これらを実現しています。コンセプトは高音質を作り出すための必然の形です。すべてのディティール、すべての素材が高音質へと直結するものになっています。例えばこの背面の膨らみにはアンプブロックが内包されています。そして今回この膨らみの上に金色のウォークマンロゴを配しました。これは内部で使用されている銅板金メッキシャーシをフィーチャーしたものです。 GX1 との大きな差はより一層の剛性を確保するために生まれたこの肉厚で丸みを帯びたフォルムです。これは手にした時の持ちやすさにも寄与しています。保護性能を最優先とし、使用頻度の高いハードキー以外の部分を1枚の本革で包み込みました。こだわり抜いたソニーの技術、そしてデザインをぜひお楽しみください。ウォークマンはやはり音楽を愛する皆さんが音楽を楽しむための道具だと思っています。今回の新しい ZX2 で今まで気づかなかった新しい世界を体験してみてください。